ゴズのホビー総合チャンネルの時間です。はい、ちょっとね、自分のアカウント名変えさせていただきました。はい、それについてのね、ご報告とあと、紹介するものがございます。はい、まあ早速ですが、いきましょう。とりあえずね、報告の前に、紹介の方から。はい、こちら皆さん分かりますかね。知ってる方はね、もうご存知でしょう。はい、女神転生のキャラクターっていうか悪魔ですね。はい、まあ敵として登場したり、味方として登場したりといろいろあるんですが、ジャック・フロストっていうね、はい、キャラクターです。はい、まあ、その中でもね、まあ名前がついてるのもあるんですよね。その名前がヒーホー君っていうね。はい、すごい可愛いんですよ。こうやって手を上げてね。はい、いやこれがね、すっごいこうぬいぐるみなんですけど、まあこのね、獅子がこう柔らかいんですね。はい、なので結構いろんなポーズ取れるんですよ。はい、でこれがね、ぬいぐるみなんですが、デニム生地で作られてるっていうね、結構凝った作りのぬいぐるみです。はい、まあ、UFO キャッチャーとかそういうぬいぐるみとは段違いに、精巧に作られたぬいぐるみでね、お高かったですね。はい、まあ、あえてお値段は言いませんが、はい、ここにね、ロゴが入ってますね。 DDS。 はい、で、ここにもね、はい、DDS。 ジャック・フロストデニムぬいぐるみ。はい、いろいろ説明書きとかね、QR コードもついてます。はい、そのヒーホーク、はい、もう私はね、まあ、ヒーホー君じゃなくてもヒーホー君と名前をつけてますんでね。はい、乙女かっていう、はい、で、はい、このヒーホー君とあともう一つご紹介するものがあります。はい、こちら、はい、郵便物です。まあこの時点で分かる人はね、いると思います。はい、こちら、はい、鬼滅の刃デフォルメシールウェアその2、発売記念キャンペーン限定極みレア最中っていうね、はい、こちらが届きました。はい、まあ、ここにね、アテナシールが貼ってあったんですが、綺麗に剥がしてね、はい、うん、でそれをね、中身、開けますと、はい、こちらですね。はい、煉獄教授郎、教授郎、はい、はい、こちらのね、極みレア、はい、こちらはね、応募した人全員がもらえるっていうやつですね。バーコードを9個、貯めて送ると、確実にもらえるっていう代物ですね。はい、なのでまあ私の動画を見ればね、もうご存知かと思いますが、これをね、結構いっぱいあるんですね。はい、もう何枚だ、1、2、3、4、5、6、7、はい、合計7枚。はい、7枚届いたんですね。まあそうだよね、あんだけ買えば、うん、そんだけ応募できちゃうもんね。はい、ということでね、はい、こちらの極みレア、もうね、皆さんもう届いていると思います。はい、うん、届いてない人いるのかな。はい、まあ、とりあえずね、はい、これを
届いたよっていうご紹介ですね。はい、では、早速本題に入りたいと思います。はい、そのお知らせというのはですね、まあ私のチャンネル、まあ結構ね、フィギュアとかグッズとか、まあとにかくね、さまざまな、まあジャンルを飛び越えてね、紹介しております。はい、まあね、中には、まあ全然興味のないジャンルをね、ちょっと、紹介したりして、そういうんじゃないんだよなっていう方もいると思うんですよ。うん、まあだからもう要はね、ちょっと萌え系な人が、自分のチャンネルを見たら、まあまず、うん、興味がないわけでチャンネル登録しないわけですよ。はい、かといってね、まあ、今後もねちょっとね、そう地形の女性フィギュアとかもちょっとねご紹介することになるかもしれないのでね、まあそういう層も取り入れるっていうので、ちょっとね、チャンネルを分けようっていうふうに思いまして、で自分の中で、今ねこのチャンネル内で一番多く、紹介しているジャンルは何かと思ったらジャンプ系フィギュアなんですよね。はい、ほとんどジャンプ系フィギュアとジャンプ系グッズですね。はい、そちらの紹介がほとんどなんですよね。うん、まああとはガンダムとか、その他、はい、その他のね、雑誌とかアニメ漫画の、フィギュアとかグッズの紹介になってるんですけれども、その半分以上が、ジャンプ系フィギュアグッズ。はい、なのでだったらジャンプ系オンリーのチャンネルを作ったらいいんじゃないかと、はい、いうことで、ジャンプ系グッズオンリーのチャンネルを解説しました。はい、そちらがね、あの概要欄に、リンクを貼っておきますんでね、ぜひねそちらに飛んでね、もうジャンプ系フィギュアだけ見たいっていう人はね、そちらの方のチャンネル登録お願いします。まあ、もちろんね両方チャンネル登録していただくのが一番いいんですけれども、まあ、ただね、1点だけ違う点があります。あのね、それは向こうでチャン向こうで動画上げてる、ものは実はこっちでも上げるんですよ。なので2つ同じ動画がアップされることになるんですが、まあ、そこで違うのがこちらは音声付きで、まあ、要は自分がまた普通に喋って噛んでね、うん、紹介したりする動画、はい、でそっちのジャンプ系オンリーのチャンネルは無言です、はい、字幕のみの、動画になってます、はい、なのでね、結構カットしてるんですね。うん、同じ動画なんだけれども、いろいろとカットしてる部分があるんで、結局20分の動画があるとします。はい、20分の動画があっても、結構こうやって声でね、話してる、時間があるじゃないですか。その時間が向こうには必要ないんでカットするんですよ。そうすると一気に短くなるんで、半分ぐらいになっちゃったりするんですね。うん、なので、短時間だけ見たいっていう人は本当にいいと思うんですよ。そっちの方を見ていただければ、はい、まあ、要は通勤通学の時に見ていただくようにね、ちょっと短い動画としてっていうのも、ちょっとね考えがあって、解説したんですけれども、なのでね実はもうすでに1本アップしてます。はい、それがね、前回、紹介したドラゴンボールのシールウェアス、あちらの方をね、ちょっと、カットしたり、あとね、全然気づかなかったんですけどね、フリーザーがシークレットだったっていうのもね、もう気づいた後の編集なんで、それもちゃんと、もうフルコンプリートしましたっていう風になってます。はい、ですので、ちょっと見比べてみる点でもね、いいと思います。まあ、一回こっちのチャンネルを見て、
その後に、そのカットしたい方のやつも見る、うん、そういう楽しみ方もできるんでね、まあはっきり言えば本当両方チャンネル登録していただくのが一番自分としても嬉しいんですけどね。はい、まあなので向こうではね、はっきり言ってガンダムとかそういうのは紹介しないです。本当にジャンプ系グッズのみです。はい、こっちはねもう本当ノンジャンル、もうさまざまなものを紹介します。自分が購入してきたもの、またはね、開封とかするね、チャンネルになるかと思います。はい、まあ好き嫌いが分かれると思うんでね、はい、どっちでもいいし、どっちもチャンネル登録していただいてもいいし、まあ、とにかく、私が言いたいのはそういう新しいチャンネルができたがために、こちらのチャンネル名もねちょっと変えようということで、まあホビー、まあ趣味ですね、ホビー、イコール普通に翻訳すると趣味っていうことになるんでね、ホビー総合チャンネルっていう風にさせていただきました。はい、ということで、ご理解いただけましたでしょうか。はい、ちょっとね長々と話になっちゃったけれども、これで理解していただけると助かりますね。はい、まあ、たまにね本当に声がねいらないっていう人もいるんでね、はい、そういう人たちのためのチャンネルでもあるんでね、そっちは、はい、ぜひ、概要欄のリンクから飛んでね、早速その一つ目の動画、出だしのチャンネル動画、はい、そちらを見てください。これ以上言うとねもう収集つかなくなるんでもうやめます。はいはい、ではね、そちらを見ていただいて、もう限界ですね。はい、終わります。はい、ご視聴どうもありがとうございました。